はいどうも、まさしみゆチャンネルです。今日はなんとなんと初めて質問コーナーをやりたいと思います。イエーイ。まさかね、もう2年以上作詞もやってるんですけど、初めて質問コーナーをやるっていうね、まあなかなかレアな企画なんですけれど、 YouTube のねコミュニティ欄の方でですね、まあ募集させていただいたら、もう本当ねたくさん、コメントねいただいたんで、皆さんありがとうございます。なので今日の動画はもうまさしみファンがもう見るって感じの動画になってると思いますので、まあ興味がない方はですね、また次回のアフレコ動画とかそういうのを見てもらえればなと思います。じゃあ早速質問コーナー行ってみましょう。最終回を迎えたキャラの特別編をやる予定はありますか？まずね、質問ね、やっぱり結構同じ内容のものも多かったんで、まあその辺はまとめて答えさせてもらおうかなと思ってます。でこれも結構よく来てました。最終回迎えたなんか特別編やってほしいですとかもあるんですけど、基本的にはやらないです。っていうのも、まあやっぱりなんか終わった後の物語って、なんかどっちかっていうと皆さんの想像でなんか作ってほしいっていうのもあるんですよ。むしろなんかアニメとかもね、なんかみんなが好きなアニメとかが終わった後って寂しい気持ちにもなるけど、なんかこの後ってまあこうなったのかなとか、そういうことをなんか妄想したり、なんかね考察したり考えたりすることもなんか一つの楽しみ方だと俺は思っていて、まあもちろん見たい気持ちはすごいわかるんですけど、俺は基本的には作らないようにはしてます。でももしかしたら、まあ、中にはね作ったりすることもあるかもしれないんですけど、基本的にはない予定です。編集アプリって何使ってますか？僕はアプリではないですね。本当にパソコンで、有料の、まあ、お金を払ってちゃんと買う、動画編集ソフトを、使ってます。一つの動画を作るのに大体どれくらいの時間がかかりますか？あとどうやっていつも毎回違う内容を考えているんですか？この手のね質問もすごい多かったんですけど、動画を作る時間なんですけど、まずね最初にやることが、まあ物語とかそういうのを考える、まあ、企画を考える時間とキャラクター配置の時間で、まあ2時間、大体2時間かな、まあ1時間から2時間って感じで、次まあ気になる収録時間、動画を撮ってる時間が、まあ、約2時間で、編集とかサムネイルを作るので、まあ2時間、だから合計で、まあ、大体ですけど、今度や大体ね、大体6時間ぐらいかな、そんぐらいですかね。それと毎回違う内容どうやって考えてるかっていうと、これはもう完全に、アドリブですね。本当にアドリブ、もうその時に考えたことをとにかく頭の中で整理してすぐに収録するって感じですね。もう忘れないうちに、もうそんな感じです。でもたまになんかお風呂入ってる時とか、なんか普段なんかこれ面白そうだなと思うことは、メモしてます。はい、パソコンの中で、メモ書きしてますね。好きな作詞部内の NPC は誰ですか？いやーなんか今適当に NPC キャラ連れてきたんですけど、いやほんとこれ1番とかはねないな、正直に言って。やっぱりなんか使い勝手がいいキャラとかはいるけど、まあリュウジとかやっぱスガちゃんは使い勝手いいから、まあ結構なんか愛用してるけれども、一番好きな NPC っていうのは正直ないですね。でもいい加減マミさんをちょっとね着替えれるようにしたい。もうこれだけはねマジでお願いしたい。まさしみゆさんが今まで作ってきたお話の中で一番印象に残ったお話は何話か教えてくださると嬉しいです。これはすっごい難しいな。もう1話1話ねやっぱり時間をかけて作ってるんで、全部印象深いっちゃ深いんですけど、まあやっぱり単発系のまあ1話完結系の動画はまあ割と全部、まあ、印象深いかなと思いますね。キャラクターの名前見た目ってどう決めてますか？この手の質問も結構よく来るんですけど、マジで僕はアドリブです。適当に決めてます。だから実際名前がちょっと被ってたりするキャラクターも今までいたと思うんですよ。なので、ガチでアドリブです。今までのキャラで一番声作りが難しかったのは何ですか？
これね、声作りっていうか意外と一番難しいなって俺が思うのは、普通のキャラが一番難しいんですよね。なんか個性的なキャラより、なんか例えばですけど、パッと浮かぶのが白崎くんとか一番難しいですね。なんか結構普通だし、声にそんなに特徴ないんで、一番なんか難しいなって感じですね。マサシムさんって YouTube の活動、ゲーム実況、アフレコの仕事以外に仕事ってしているのですか？もししているのならどんなスケジュールなのか知りたいです。一回ね、なんか俺マサシミのルーティーンみたいな動画出したんですけど、まあもちろんあれが全てってわけじゃないんですけど、一応これをメインにはお仕事をさせてもらってますね。まああんまり言ったことないっていうか、もしかしたら今まで言ったことなかったかもしれないんですけど、このチャンネルで一応実は事務所にも所属はしてます。まあ概要欄で、ね、もし気になる人は概要欄のなんかお手紙とか宛先のやつ、まあ見てもらったらなと思うんですけど、一応メインは YouTube の、活動ですね。もちろんなんかそれ以外ね、なんか配信とかそういうのもしてますけど、一応メインはこれです。質問てんてんてん、ついにハロウィン過ぎて1年間登場なしのドラーク様とリリムちゃんに何か。2、オカルト研究部ってひょっとして廃部になりました？3、過去キャラの、あ、これはまあさっきと一緒だからいいか。この手のコメントも正直よく来ます。あのキャラってどうなったんですかとか、あのキャラ出てこないんですけどもう終わりましたかとかよく来るんですけど、これに関してはですね、まず一つは数字がマジで取れない。これ実際に本当なんですけど、例えば牧場の話とか、天草くんの話とかって、もうそのキャラの時点でマジでみんなが見なかったりするっていうのが結構もう数字で出ちゃってるんですよね。もうみんながもう単純に興味がないっていうか、どれだけ時間をかけて作ってももう全然再生してもらえないっていうのが、まず一つと、二つ目は単純に俺がネタが思いつかなかったりとか、なんかこう気分で打ち切ってしまってるっていうのも、そんなにそこまでないけど、それもあるかもしれない。で、3、これがね一番大きな理由かもしれないんですけど、他の新キャラを出した時にそれが結構なんか人気があったりとか、そこに時間を費やすようになったっていうのが一番大きいかもしれない。例えば俺が一番印象的なのが、佐藤ファミリーの動画を出した時、結構ねやっぱ反響が多くって、でちょっとそっちに時間を費やしてたら他のキャラクターのなんか作る時間がなくなっていったりとかっていうのは正直あったかな。結構大きかったかも、そういうのも。そういったさまざまな理由がありますね。質問です。なぜ物語を作るのが作趣味なのですか？また作趣味を始めたきっかけは何ですか？作趣味を始めたきっかけというか、まずね見つけたきっかけが TikTok なんですよね。結構覚えてるんですけど、たまたまなんか TikTok で作趣味を見かけて、でなんだこのゲームってなって、で触ってみたらなんかすごいキャラクターの表情とか、なんかそういうのを細かく、ね、カスタマイズ設定できるゲームって知って、あ、これでなんかアフレコとかしたら面白そうだなと思ったのがきっかけですね。でそこからなんとなく、1話2話と作ってみたら、もうなんていうんですかね、結構再生してもらえて、でなんか反響も多かったんで、じゃあみんなが楽しんでくれてるんだったらやってみようかと思ってたら、もういつの間にかこんな月日が経ってました。はい、そんな感じですね。質問ですが、物語は何話までやるつもりですか？これもたまに来るんですけど、これに関しては特に考えてないです。本当にマジで考えてないです。もうよっぽどもう需要がなくなったり、あともしくは俺がね、もう他になんか違うゲームをもう本格的にやりたいとか、違うなんかやりたいことがもう見つかったとかなら、もしかしたらあるかもしれないですけど、今のところは皆さんがね、楽しんで見ていただける限りは、続けようかなと思っております。あ、でも桜スクールシミュレーター自体のサービスが終了するんだったら俺も終わります。日常生活でうっかり女性キャラの声で喋ってしまうことはありますか？ないです。それはないです。質問です。最近死ネタや監禁ネタが多いですが、ミステリーなネタが好きなんですか？あー、結構好きですね。なんかちょっと僕なんかホラー系の話とか、ちょっと言い方あれですけど、グロい系のなんか漫画とかアニメとかを見るの好きなんで、結構そういうの好きかもしれないですね。作趣味以外にも面白いゲームをやってほしいです。これもね、たまにちょくちょく来るんですけど、
このチャンネルでは今のところやるつもりないですね。まあ、なんでかってこう理由があって、これってまあマサシミュチャンネルっていうチャンネルにしてるじゃないですか。で、皆さんも分かる通り、このチャンネルに来てくれる人って作詞ミュを見たいから来てる人っていうのがほとんどだと思うんですよ。まあ作詞ミュというか、まあ僕のまあアフレコを見たい人が多いと思うんですよ。なのでいきなりこのチャンネルに違うゲームを投下したら結構戸惑う人結構いると思うんですよ。なのでチャンネルのイメージを崩したくないんで、まあ他のゲームはしないようにしてますね。誰と誰のカップルが一番好きですか？これはもちろんもう大河くんと山本先輩のカップルがまあ一番好きですね。一番好きっていうかもうやっぱ思い入れがありますね。作詞みのキャラクター男女問わずガチめに付き合うなら誰ですか？かっこ男でも大丈夫ですよ。これめちゃくちゃ悩むんですけど、ちょっとね3項目挙げていいですか？まず結婚するなら山本先輩で、彼女にするなら生徒会長で、女友達は京香ちゃんがいいかなって今パッとなんとなくパッと思いついたのはそんな感じでした。全キャラクターの中で誰が一番強いと思いますか？やっぱり猫神様かな。物語は資料などでまとめていますか？まとめてませんじゃあどうしてんのって話なんですけど、もしキャラクターを忘れたりしたらいつも自分の動画を見返してます。はい、本当です。だから俺たまにね間違えてる時あるでしょ。そうだからね、本当は絶対資料とかでまとめた方がいいと思う。本当に菅ちゃんの声ってどこから出してるんですか？菅ちゃんの声はね結構言われるんですけど、じゃあこのまま今ノーカットでこのまま菅ちゃんの声を出していきたいと思います。いきますね。こうやって今喋ってる中でこうやってだんだん低くしていて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 、まさしみさんまさしみさんみたいな感じ。まあ今これ加工とかは全くしてなくて、このまま普通の声に戻していったらこういう感じになっていくんですよねわかんないと思うんですけど、どうやってるかって言われると、なんか喉を絞っていくんですよね。そう、喉を締めていくっていうのわかるかな。喉を開くんじゃなくて喉を締める、菅ちゃんの場合は。だから結構喉をこう潰しやすく、なるようななんか、発声方法をしてるんで、菅ちゃんメインっていうのは結構きついかなたまにするぐらいがちょうどいいな菅ちゃんは。次来てほしいアップデートは何ですか？俺はやっぱり桜町じゃない、新しい町を作ってほしいかなって思いますね。まあでもそうしたら桜スクールシミュレーターじゃなくなっちゃうのかな。まああと交通機関かな、駅とか空港とかそういうのも欲しいかな。まさしみさんは桜ボーイズで誰推しですか？俺はまあもちろん箱推しなんですけれど、まあ誰かって言われるとリュウくんかな。まさしみさんありがとう。ほぼ毎日投稿してますが疲れないんですか？そうですね、まあ多少やっぱちょっと疲れたかなと思ったので、こないだ動画で発表しましたけれども、週5回投稿を、始めさせていただいております。今まあでも疲れたというよりかは、なんか他にもちょっと違うことをどんどんやっていこうかなと思って、まあその時間を作るために、まあ、週5投稿を始めたって感じですね。はい、というわけで皆さんたくさん質問ありがとうございました。まあ読めなかったねコメントもたくさんあるんですけれども、まあ結構ねでも内容が被ってたりしてるものも多かったので、まあ割とたくさん、答えれたかなと思います。これからもですね、まさしみの桜町の物語たくさん楽しんでいただけたらなと思います。じゃあ最後にここにいるメンバーでちょっと温泉入りましょうか。ちょっとみんな早くそこの輪っか入って、ちょっと俺を胴上げしてる場合じゃないから、ちょっと早く着替えて。マミさん着替えたくないわ、違う。もうめちゃくちゃだけどみんなが楽しそうだからもういっか。動画見てくれてありがとうな。チャンネル登録と通知ボタン、高評価もよろしく。 Twitter もやってます。概要欄にリンク載せてるからよかったらフォローしてな。次の動画でも会えんの楽しみにしてんで。明日も元気に頑張ろな。バイバーイ。